コーヒーと混食されているトマトコンパニオンプランツとは農学や園芸学において金傍に栽培することで互いの成長に良い影響を与え共栄し合うとされる2種以上の植物の組み合わせまたはそれらの植物のことコンパニオンプランツを2種類以上金傍に栽培することを混食または混作と呼ぶ野菜類等とハーブ類等をうまく組み合わせて一緒に植えると 病害中を防いだり、成長を促進したり、収穫量が増えたり、風味や方向を良くしたり等、様々な良い効果を生み出すと言われている。例えばマリーゴールドは線虫に対する殺虫効果を持つため、作物に対する病害の抑制に用いられている。植物の組み合わせによって、相互に良い効果を与え合う組み合わせと、ある植物が付近の他の植物に良い効果を 一方的に与える組み合わせとがある。またコンパニオンプランツの裏返しで、互いに生育が悪くなる植物の組み合わせも存在する。目的に合わせて、上手にコンパニオンプランツを利用すると、農薬や肥料が必要なくなるとする主張もある。コンパニオンプランツを利用したが、農薬や肥料を用いることで、かえって液中がいなくなったとする主張も見られる。コンパニオンプランツのほとんどは、 経験的に言われているもので、科学的に解明されている例は、少ないとされる。ただし、アブラナカ植物トレタス、トウモロコシと豆科植物、ユウガオと長ネギ等効果が確認されている例も少数ながら、あり、また作物に寄生しない種類のアブラムシの宿主となる、植物を植栽したり、同様の性質を持つ雑草を温存することで、アブラムシの天敵を農地に増やす、といった例も、 科学的な根拠が確認されているという。いずれにせよ必ずしも、科学的な根拠が立証されているわけではないものが、大半で、一般に言われているものでも期待していた効果が得られないことはあり得る。塩漠に付着する油虫を捕食する、テントウムシアレロパシーにより、汚れ腐れ線中を防除する効果もある。例えば、トマトに、マリーゴールドやバジルを別々に入れると、 粉じらみなどの害虫を遠ざけ、トマトの生育を助けて味を良くする。コンテナで育てる場合は、寄せ植えにすると視覚的にも楽しみも増え、トマトとバジルは料理の相性も良いので一緒に育てると便利である。以下の植物に関しては、コンパニオンプランツとしての効果がはっきり示されていない例が多く含まれており注意が必要である。ありがとうございます。